期のパールは長崎県九十九島の海で生まれます。ここに田崎の真珠を育む養殖場があるのです。豊かな自然と人の手、そしてアコヤ貝への感謝の気持ち、すべての思いが重なって生まれる奇跡の宝石、それこそが田崎のパールです。